渡辺明とは、長野県白馬村出身のノルディック複合競技者。オリンピックに大会個人のオマルヒルギンメダリスト。ノルディック複合、ワールドカップ2017から18シーズン個人、総合王者。同じくノルディック複合競技者の渡辺善とは受定。妻は、フリースタイルスキー、ハーフタイプ競技者の渡辺ゆりえ。 長野県白馬高等学校在籍中の2006年、トリノオリンピックに出場。早稲田大学スポーツ科学部進学後は2009年世界選手権の団体戦で、日本の14年ぶり金メダル獲得に貢献した。2010年1月、ノルディック複合、ワールドカップオーストリアゼフェルト大会で3位となり、初めて W 杯個人戦の表彰台に上った。2月には、 バンクーバーオリンピックに出場し、個人ラージヒルでは、日本勢最高の9位。大学卒業後は、北の建設に所属。2011、12シーズンは、序盤から好調で、ワールドカップ開幕戦のフィンランドクーサモ大会で、W ハ自己最高順位となる2位。12月のゼフェルト大会でも、同順位に入ると、2月5日の、イタリアバルディフィエンメ大会で、 念願の初優勝を果たした。日本人の W 杯優勝は2004年3月の高橋大都以来4人目である。その後も好調を維持し、このシーズンは4勝を挙げて、最終戦まで総合優勝の可能性を残した。結局ジャゾン・ラミー・シャプイに優勝は譲ったものの、日本人としては1995、96。 シーズンの小木原健治以来の W 杯総合2位という快挙を果たした。2012から13シーズンは世界選手権で出場4種目中3種目で4位と表彰台をあと一歩で逃し続け僕の居場所という感じですねとコメントを残すなど悔しさを味わった。しかし世界選手権後は W 杯で2大会連続で2位に入り、 うち3月15日のノルウェーオスロ大会では弟、全とも3位に入り、1995年の小木原兄弟以来となる日本人の兄弟選手による W 杯表彰台獲得を果たした。シーズン個人総合では3位。2013から14シーズンは夏から好調な滑り出しを見せ、サマーグランプリでは初の総合優勝を果たした。 オリンピック前の W 杯では優勝こそなかったものの、第2戦リレーハンメル大会の2位を、はじめ、3位が4回、出場10戦べてで8位以内に入る安定感を、見せた。年末にインフルエンザを発症するアクシデントはあった。ものの、オリンピック前最後の W 杯となった、オーベルストドルフ大会でも3位に入り、個人総合2位と好調を維持して、 オリンピック本番を迎えた。ソチオリンピックでは、初戦の個人ノーマルヒルで、前半ジャンプでトップだったエリック・フレンツェルから6秒差の2位につけると、後半クロスカントリーでは、フレンツェルと共にトップ集団を形成。終盤までフレンツェルと互いにトップに出ながら、激しく競り合い、スタジアムに入ったところで仕掛けた、フレンツェルのスパートに放されたものの、 4.2秒差で2位に入り銀メダルを獲得した。オリンピックでのノルディック複合の個人でのメダルは、1994年、リレハンメルオリンピックで銀メダルを獲得した、河野隆則以来20年ぶり2人目。次の個人ラージヒルでも2個目のメダルが期待されたが、終盤クロスカントリーでの転倒が響いてしまい6位入賞に止まった。団体戦は5位入賞だった。 五輪後の W 杯では、最終戦ファルン大会でシーズン初勝利、通算5勝目を挙げた。個人総合では1試合のみ22位に沈んだ、大会があったため五輪前の総合2位から順位を落としたが、2シーズン連続で差に入賞。2014から15シーズンは、個人第一戦のルカ大会で4位となるスタート。1月4日の湘南派大会で2位となり、 シーズン初の表彰台を獲得。2月にファルンで開催された世界選手権では個人団体とも表彰台入りはならなかったが、世界選手権後の W 杯では2勝を挙げ、W 杯個人総合では3シーズンぶりの2位となった。2015から16シーズンは初戦のリレハンメル大会で2位でスタートすると優勝こそなかったが、 自身最多のシーズン8度の準優勝、4度の3位など、安定した成績を残し、2年連続の総合2位となった。2016から17シーズンは、世界選手権直前の札幌大会、第2戦で2シーズンぶりに優勝すると、世界選手権直後のオスロ大会でも優勝し、最終的に総合3位となり6シーズン連続で、総合順位3位以内に入った。 世界選手権では、ラージヒル個人で、銀メダルを獲得すると、弟、ゼントと、ペアで出場した団体スプリントで、銅メダルを獲得した。世界選手権での個人メダルは、自身初、団体スプリントでのメダル獲得は、日本勢初だった。2017から18シーズンは、フィンランドルカでの W 杯開幕戦で3位となると、 翌日の第2戦でシーズン初勝利を挙げ W 杯、通算10勝に到達。1月26日から、オーストリアゼーフェルトにおいて3日間連続で、行われた3試合で自身初の3連勝を達成し、自己最多の1シーズン4勝に到達。また、トリプルでも優勝した。さらに2月3日の地元白馬大会でも優勝し、4連勝を達成。 ピョンチャンオリンピックでは3種目に出場。個人ノーマルヒルはジャンプで105.5メートルの飛躍で、首位と38秒差の3位となると、後半クロスカントリーでは前回、ソチオリンピック金メダリストのフレンツェルとのデッドヒートとなった。終盤、フレンツェルのスパートに振り切られたが、オリンピックに大会連続での銀メダルを獲得。ラージヒルは、 前半のジャンプで134メートルを記録して首位に立ったが、後半クロスカントリーでは互いに風よけとなるなど協力しながら追い上げてきたヨハネス、ルゼック、ファビアン・リースレ、エリック・フレンツェルのドイツ勢3人をかわしきれず、5位に終わった。団体はジャンプで3位につけたが、クロスカントリーの中盤でメダル争いから脱落し、4位だった。 オリンピック後、2月2日の W 杯予選でアバラボ骨を骨折したまま出場していたことが明らかになった。オリンピック後の W 杯では3月10日のオスロ大会でシーズン5勝目を挙げると、その後も安定して上位の成績を残し、3月18日の第20戦、クリンゲンタール大会で3位に入った時点で残り2戦を残して総合優勝が決定した。 日本勢の個人総合優勝は1994から95シーズンの小木原健治以来で二人目である。さらに3月24日、25日の初那覇大会で連勝し、小木原を上回る、日本人最多シーズン7勝を挙げて、シーズンを締めくくった。2018から19シーズンは、開幕戦の団体戦で5年ぶりの表彰台入りとなる2位となる。 個人では開幕戦、第2戦は振るわなかったが、第3戦リレハンメルでのマススタート方式の大会で4位になると、それ以降出場したすべての大会で9位以内に入り、年明け後のオテパー大会でシーズン初の表彰台入りとなる2位。優勝こそならなかったが、2位3回、3位2回で総合2位となった。世界選手権では、個人ラージヒルでは6位。 団体スプリントでは4位、個人ノーマルヒルでは、銅メダルを獲得。団体ノーマルヒルではジャンプで1位オーストリアと1秒差の2位だったが、4位となった。2019から20シーズンは、例年になく、不調で2019年内の W 杯では、開幕2戦目で10位に入ったのが最高だった。後半に入り、調子を上げ、1月31日のゼーフェルト大会から、 3大会連続で1桁順位を記録。3月1日のラハティ大会でシーズン初優勝を達成したがこれがシーズン唯一の表彰台だった。シーズン総合順位は9位。2020から21シーズンはルカでの開幕戦6位、2戦目3位でシーズン初表彰台。1月23日に山本良太とペアを組んだ。 ラハティ大会団体スプリントで3位となり、この種目で W 杯日本勢初表彰台となった。翌1月24日のラハティ大会個人戦では、前半ジャンプの2位から、後半距離で1位となり、シーズン初優勝を達成。通算勝利数は19勝となり、日本勢最多の小木原健二に並んだ。世界選手権では、個人ノーマルヒルでは5位。 団体ノーマルヒルでは3大会連続の4位、個人ラージヒルでは、日本人の個人種目としては、初の3大会連続のメダルとなる、銅メダルを獲得。山本良太と組んだ団体スプリントではジャンプで、トップに立つも、ラストスパートで、ドイツに敗れ4位となった。ワールドカップでは戦術のラハティでの優勝1回に、加え、準優勝4回、3位2回を挙げ、 総合3位で終えた。2008年3月オーストリアアイゼニエルツ。ありがとうございます。